人のチオレドキシンの構造を、チオレドキシンホールドは、タンパク質ホールドの一つで、ジスルフィド結合の形成や異性化を触媒する酵素に共通に含まれている。名前は、代表例であるチオレドキシンに由来し、原核生物にも、真核生物も持つ。アルファヘリックスとベータシート療法の構造を持ち、酸化還元酵素活性を持つ。このホールドの空間的なトポロジーは、 4つのベータシートが2つのアルファシートに挟まれた形をしている。チオレドキシンホールドの活性中心には2つのシステインからなる共通配列がある。サイズ XY サイズという配列で X と Y には素水性のアミノ酸が来ることが多いがそうでない場合もある。還元型のタンパク質では システイン残機は2つの自由なチオール元となっているが、酸化型ではそれらはジスルフィド結合でつながれている。チオレドキシンホールドを持つタンパク質はかなり異なった反応性やプコの値を持つが、これはチオール元を安定化させる全体の構造による。チオレドキシンホールドを持つタンパク質の構造はかなり似通っているが、プコは 構造のわずかな違い、特に1個目のシステインの周りの原子に敏感な影響を受ける。ありがとうございます。